家をなくしたり家族を亡くした人が多いんですよ。仕事がなくなったらここにいる、ね、もう理由がなくなっちゃいます。これ授業員みんなで一緒にやろうねということで、それがまあ自分の励みもなしで、ね、いてくれると。何分ぐらいですか？この地域にとっての一歩でもあったんですね。ここにね、一番にね、魚を早く揚げよう。一時でも早く。海はね、明日からでもできるんですよ、すぐ。あの種さえ入れればすぐ伸びる、大きくなるんですよ。この津波っていうのは要するに海が壊れたわけじゃないから、海は勝負は早いですよ。